佐藤美久の女優道始まります。皆さんこんばんは、佐藤美久です。今日は11月22日いい夫婦の日ということで、ご夫婦でお聞きの方はいらっしゃいますでしょうか。もしいらっしゃいましたらですね、ぜひこれからも仲良くお聞きいただきますよう重ねてお願いしておきます。そして、夫婦記念の流れでご紹介させていただきますと、良い夫婦の日は4月22日、そしていい夫婦の日が、11月23日、そして単純に夫婦の日は、2月2日だそうです。ちなみに本日11月22日はボタンの日に制定されており、これは日本ボタン協会、全国ボタン工業連合会などが1987年昭和62年に制定、1870年、明治3年のこの日、近似に桜と怒りの模様の国産のボタンが海軍の制服に採用されたからだそうです。そしてもう一つ、今日は大工さんの日でもあります。これは日本建築大工技能士会が1999年平成11年に、制定し、11月が、技能尊重月間であることで、漢数字で11を組み合わせると、漢字の士となり、建築士にふさわしいこと、22日は大工の神様とされる聖徳太子の命日、622年2月22日であること、11、そして漢数字の22を組み合わせると、11は、日本の柱を表し、漢数字の2は、土台と梁、あるいは桁を表して軸組合の構造体となり、11月22日が大工との関係が密接であることからこの日になったそうです。皆さんご存知でしたか？私全然知らなくてそもそも夫婦の日、いい夫婦っていうか、その夫婦の日がこんなにたくさんあるっていうのも知らなかったので、ちょっとびっくりしました。ぜひね、こういう、いろんなね、こうなんとかの日、まるまるの日っていうのをね、ぜひね、皆さんも検索とかねしていただければなと思います。では最初のコーナーは片寄りムービーリポートのコーナー。このコーナーは私佐藤美久が趣味の一つである映画鑑賞に行っているので、その中で1ヶ月のうち見た作品の中でいろんな意味で注目したものについて、邦画洋画問わず独断と偏見でご紹介させていただくコーナーです。今回はですね、10月11日から全国公開されております犬堂一心監督作品の、最高の人生の見つけ方を、見てまいりましたので、この作品についてお話しさせていただければなと思います。リサーチによりますと、ジャック・ニコルソンとモーガン・フリーマンが共演したロブ・ライナー監督による同名映画を原案に、吉永小百合と天海祐希が共演したハートフルドラマ、人生のほとんどを家庭のために捧げてきた主婦ユキエと、幸恵と、仕事だけに生きてきた大金持ちの女社長マコ、余命宣告を受けた2人は病院で偶然に出会う。初めての人生に虚しさを感じていた彼女たちがたまたま手にしたのは、入院中の少女が書いた死ぬまでにやりたいことリストだった。幸恵とマコは、残された時間をこのリストに書かれた全てを実行するために費やす決断をし、自らの殻を破っていく。これまでの人生で決してやらなかったことを体験していく中で、彼女は今まで気づくことのなかった生きる楽しさと幸せをかみしめていく。そしてそんな彼女たちに待っていたのはある奇跡だった。千年の恋、光る源氏物語で共演した吉永小百合と天海祐希が2人の女性を演じ、満島ひかり、前川清志らが共演。監督はジョゼとトラと魚たち、ビザン、のぼうの城などで知られる犬堂一心ということで、はい、拝見させていただきました。最高の人生の見つけ方ということで、いやもう一言で言わせていただきますと、涙なしでは見れない
作品となっております。本当に感動させていただきました。この最高の人生の見つけ方っていうことで、自分のね最高の人生の見つけ方、こう見つけられるかなっていう感じもするんですけれども、いやーもう本当素敵な映画だったなっていう風にとても感じられました。でも特にね、本当に吉永小百合さんは本当に素晴らしい女優さんだなというのを改めて感じました。こうセリフを言って、おっしゃっているもう感じが、こうなんというか、こう切なさもすごく感じて、こう自然とこっち見てる側も自然と涙が出てきてしまうような、こう言い回しであったり、吉永さんのこのオーラといいますか、がすごくこう、まあ、映像を通してですけれども、すごく感じられたなというふうに思いましたね。はい、でも一つ一つ動きがものすごく綺麗で、こうドアに触る手であったり、ドアに触ってから、セリフっていう部分もものすごくこうすごいといいますか、ちょっとなかなか言葉では言い表せないんですけれども、こういう風に、ね、なるには本当にすごい努力が必要なんだなっていうのをものすごく感じました。で、この天海祐希さん、私大好きな女優さんの一人でもあるんですけれども、まあ、ある現場でもね、お会いさせていただいて、すごく素敵な方だなというのを間近で拝見できることができました。本当に嬉しかったなと思いますし、この天海さん のタバコ吸うシーンがあるんですよ。そのシーンがめちゃくちゃかっこいいです。ぜひ注目していただきたい皆さんもう横顔からこう煙がふわふわってなっていくんですけれども、すっごいかっこいいので、ぜひそこもね注目していただければなと思います。そしてこの映画、悲しいばかりではなく、すごくコミカルな部分もあって、そのコミカルさを出していただけるのが、ムロツヨシさんだなっていうのをすごく感じました。ムロツヨシさんの役は、高田っていう、秘書、天海祐希さん演じる、演じる社長の、秘書なんですけれども、すごくその動きというか、ムロさん本来のこの、役者魂がすごくコミカルさも出ていて、なおかつすごくシリアスな部分も、真剣な顔の部分がすごくかっこいいなと思いましたし、ものすごく涙を誘う部分がたくさんあります。面白い部分も、一生懸命おたげをされてらっしゃるところもものすごく面白いですし、そのコミカルさの部分を、すごくムロさんが出してくださってるんだなというのをものすごく感じられる映画でもあるかなというふうに思います。でですね、ちょっと面白い話というか、この映画の、初日の、舞台挨拶があったらしいんですけれども、その中で、その作品のこの中で、スカイダイビングをするんですよ結構予告編でも何回か出てるかと思うんですけれども、そのスカイダイビングをした後に、室さんが、ちょっと気持ちがなくてあーってなって、ちょっと気分悪くなってる部分、そこはちょっとコミカルな部分なんですけれども、そこでその吉永さんの膝枕しようかな、本来の台本の中では膝枕して、で何やってんのよっていうのを天海さんが言うっていうシーンだったらしいんですよ。で本番になった時に、その撮影当日になった時に、もう段取りの時点でもうの膝枕っていうのを天海さんがアドリブで入れていらっしゃったというのを舞台挨拶で、おっしゃっていたのを私も映像を拝見させていただきまして、もうそういう和気あいあいとしたその撮影現場だったのかなっていうのを、その舞台挨拶の映像の中でもねすごく感じられたので、素敵な映画っていうのはすごくこう現場の中でもねすごく和気あいあいとされているんだなっていうのをとても感じました。もう公開 も10月11日から全国公開でしたので、ちょっとね映画館でやってるところもなかなか少なくなってるかなとは思うんですけれども、ぜひ皆さん映画館でご覧いただくか、DVD が出た際はぜひ、DVD 借りていただいて見ていただければなと思います。本当に感動する作品でございますので、ぜひ皆さんもご覧いただければなと思います。以上、
ッツの偏りムービーリポートのコーナーでした。今月の推しメン。このコーナーは毎月私佐藤美久がいろんなメディアでフィーチャーされたり注目されている方々メンバーについて肉的に推していくというかご紹介させていただくコーナーです。題して今月の推しメン。今回推しメンはいつもいろいろな現場や事務所ではお会いしておりますが、番組ゲストとしては、お迎えいたしますのは4年ぶり第2回放送以来お越しいただきました事務所の先輩女優佐々木千秋さんです。こんばんは、佐々木千秋です。よろしくお願いします。よろしくお願いします緊張しておりますよすごくなんか緊張されてるみたいなんですけど、はい、全然でも大丈夫そうなんですよ。いやいや緊張してますよ、はい、それではですね、はい、まずは皆さんご存知とは思いますが、佐々木千秋さんについて簡単にご紹介させていただきます。佐々木千秋さんは、宮城県のご出身の女優さんで、現在テレビ朝日系列で放送中の人気ドラマ米倉涼子さん主演のドクター X 外科医大門未知子に、看護師としてレギュラー出演されてらっしゃいますとともにですね、佐藤製薬さんの CM ほか多くのドラマや映画にご出演されてらっしゃいます。またここ市川うらら FM さんでは愛され召し上がれ言霊アラカルトファントレタイムとなんと3つも、レギュラー番組を抱えていらっしゃいます。そして先月メイン撮影があり、実はまだラストシーンは撮り終えていない、泉沢泰友監督作品ラストソングはでは主演を務めてらっしゃいます。はい、ということでありがとうございます。ありがとうございますもう結構だいぶ前そうですねですもんね、うん、出て出演させて、していただいた時は、はい、なおさんとそうですね第2回の時にね私ももうバクバクであの時はもうどうしたらいいのかわからない中で、頑張らせていただいてましたの で、 そうです、ね、今回はもう2年ぶりん4 年, もう4年以上ですね。そうですねぶりということで、はい、今までちょっと多分控室の方で私のラジオの方、聞いていただいてたと思うんですけれども、はい、何 か感想っていうのもあれですけどどうでしたかいや本当にね4年前からもそうなんですけど、はい、みくちゃんすごいこう一人でいろんなことをお話しされていらっしゃる姿が、はい、いつもすごいなって私は個人的にすごく思っていて、いやなかなかこんなに自分のこといろいろ話できないななんて思いながら聞かせていただいてるんですけど、はい、マンスリーダイアリーが結構ね、はい、私その始まった当初から楽しみにしていまして、はい、ね、タイトル通り女優道ということで、はい、そうですね、ね、本当に女優の道を着々と、はい、ね、そうですね、進んでらっしゃるんだなと、まあ、ずっとこの、はい、そのコーナーはありますのでちょっと思いにふけておりました。 ありがとうございます、はい、嬉しいです。千秋さんも本当に安定というか、はい、もうそういうところが私も本当学ばせていただければならない、はい、ければいけないなというところがあって、はい、こう時間通り進んでいく感じが、いや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 、めちゃくちゃかっこいいんですすごいプレッシャーだな。いや本当にそうなんです。もう見学させていただいてる中でも本当にいつも思ってますので、そこは私もまだまだ勉強しなきゃいければならない部分なんですけど、いやいや、とんでもないです。ありがとうございますで、はい、まあ、ラジオにゲストで、まあ、今こう出ていらっしゃる中で、うん、こうなんか今先ほども緊張されてるっておっしゃってましたけれども、はい、どうですか？そうですね、やっぱりこうゲストっていうのは、はい、やっぱり自分がいつもそのパーソナリティというか、はい、そうですね、はい、の立場にいるので、やっぱりいろんなこうせめぎ合いがね あるわけですよ。パーソナリティなりのね、はい、時間通りに終わらさなきゃとか ね、 ね、なんかそれをこうなんか感じていらっしゃる、ね、方の隣にいるってなると緊張する。しかもね、後輩ね、後半が頑張ってるのにそんなね足を引っ張ってはいけないっていう気持ちがやっぱりあるので、はい、とても緊張するんですけど、はい、でもなんかこうなかなか自分のことをこうラジオでお話しすることが結構少なかったりするので、すごくありがたい機会だなと思いました。 ありがとうございます、はい、で千秋さんはこう、はい、生放送もされてた時期あったと思うんですけれども、 そうですね、はい、まあ、その生放送と今こう3番組持ってる、まあ、録音っていうこの違いっていうのは、はい、やっぱ一番千秋さんが分かるとは思うんですけれども、はい、やっぱありますか？そうですね、始めた録音というものに初めてこう触れた時は、はい、あ、なんかちょっと違うかも、生放送とは違うかも、こう一個間違えたらもう一回そこから撮り直しねっていうのが、はい、できるんだ
っていう、はい、そうですね、生放送そうはいかないですね、っていうのがすごく嬉しかったこと で生放送ってこうね、何を喋ってもっていう言い方はおかしいんですけど、もちろん間違った言葉とか、はい、誤った内容とかはお伝えできないっていう緊張感が ね、はい、あるんですよ。なので、まあ、録音に関しても緊張感持ってるんですよ、はい、持ってるんですけど、はい、そういう安心感はあるのかなって思ってます。あの以前あのピンチヒッターで一回、そうですよね、生放送ピンチヒッターで生放送に、はい、あの行かせていただいたんですけどもうすあの千秋さんのなんていうか、はい、あの努力をものすごく感じましたいや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 もう私はもうずっとあのこの番組当初からあの録音を、ねえー、あのずっとやらせていただいたので、はい、そのやっぱ千秋さんすごいなっていうのすごく感じましたありがたいです、はい、で今現在この、はい、まあ、3番組あのレギュラー出演中について、はい、まあ、ちょっとこう各々のこの番組へのちょっと思いっていうのは、そうですね、まあ、もちろんそのどの番組に対しても、はい、まあ、大切な思いというか、それぞれやっぱりこう、ね、一緒に出演させていただいているパーソナリティの方の思いもあるので、はい、それを背負った上でいかにこう皆さんに、ね、お伝えできるかっていうことを、まあ、あの常に、ね、肝というか心の中には持ってるんですけれども、はい、まずあの言霊アラカルトという番組、はいはい、こちらね、あの言葉の大切さとか文字を書く習慣についてね、はい、あの非正規心理コンサルタントの第一人者菊池勝人さんと一緒に、はいはい、パーソナリティを務めさせていただいております、うん、で、愛され召し上がれ、はい、ね、先ほどその映画のお話でも、ね、はい、そうですね、お話しいただきましたけれども、料理研究家で婚活カウンセラーの青木由美さんと一緒に、はい、まあ、料理とかね、婚活、はい、まあ、女子目線のトーク番組と、はい、私もゲスト出演していただきました、ね、出演していただいてますよね、はい、でファントレタイム、これはですね、はい、マーケティングコンサルタントの矢田部敦史さんと、はい、まあ、身近なマーケティングについての情報番組となっております。そうなんです、はい、やっぱ3つとも全く違う、そうなんですよね、番組を担当されてるということで、はい、やっぱむ難しいというか大変ですか、分けるっていうのは。あ、大変、まあ、大変じゃ大変なんですけど、はい、でもみんなこういろんな情報をね、その収録中に教えてもらえるので、なんかちょっとラッキーと思って、勉強させていただいて、ね、いろんなこう知識が増えていくって、やっぱすごいいいですよね。はい、私もこう2番組、あの、北斗周のリアルドライっていう2番組も、うんうんうん、もうあのやらせていただいてるんですけど、やっぱ違うので、やっぱそうですよね、アニメこうこう中心としてやってる番組なので、はい、やっぱそういうのはやっぱ違いというか、まあ、知識はすごくついていくなっていうのは、うん、うね、私も、いやでも3番組はすごいなと思う。いや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 、そんなまあ私もね、もしモテる機会がありましたら、はい、またね、私も頑張って喋っていけたらなというふうに思います。楽しみにしております。ありがとうございます。すいませんでは、はい、まあ、プロフィールの中でもお話しさせていただいてるんですけれども、今大人気のドラマ、はい、ドクター X、はい、世界大門未知子での、まあ、今回は、看護師で、そうなんです、看護師ということで、はい、以前は事務員で、そうですね、はい、事務員役で出演されていらっしゃったということで、まあ、そのドクター X、はい、なんかちょっとこぼれ話と言いますか、こぼれ話、なんかちょっとエピソードは何かありますか。うん、そうですね、まあまあ、ね、そうそうたる役者さんが毎回、ね、はい、ゲストでも出演されてますし、はい、そうですね、もちろんレギュラーのメンバーもそうですけれども、はい、まあ、身近でそういうお芝居を毎回こう見させていただけるということはなかなかね、そうですよね、ありがたいことだなというふうに感じてますし、はい、あとはね、まあ、撮影中というか、お昼休憩の時に、はいはいはい、こうやっぱりこう、ね、誰かのお差し入れをいただけたりとか、あ、すごいっていうのが私的にはあ、いいですね、いいですねそれがね、もう本当に楽しみですかね。なかなかこう参加している方にしてはやっぱりなかなか、はい、触れられないこう差し入れ、そうですね、いいですね、いや、もうありがたいことでございますよこうスタッフさんが言ってくださるんですよね。そうです、なんとかさんから差し入れいただきました、いいですよ ね、聞けるのがすごくいいですし、そうなんですよ、千秋さんはいただいてるっていうのがまたすごいですよねありがたいことでございます、はい、で、まあ、その、まあ、他のこう作品との違いっていうのは何かありますか。はい、あ、他に行かせていただいている作品とは、そうですね、やっぱりこうもうそのレギュラーという立ち位置で出演させていただけているので、はい、うんうんうん、まあ、そのなんだろう、
スタッフさんとの距離がどんどん近くなっていくとか、はい、なんだろう、アットホームな空間にいさせていただけることが一番こうなんか役者として嬉しいなって。それはすごいですよね、うん、スタッフさんにこう名前を覚えていただけるっていうのがすごいやっぱありがたいことだなって私も思います、ね、撮影中にちょっとこう冗談なんかも言い合えるような関係になれるってやっぱりこれは嬉しいことだなっていうふうに感じます。自分も一緒にこう作品を作り上げてる感じがそうですね、うん、あ、私もそういう風になれるように頑張ります。いや本当にではあの千秋さんの中で、はい、こうずっとこう芸能活動されてる中でこう一番こう印象に残っている作品っていうのはありますか？そうですね、まあ、たくさんあるんですけれども、はい、やはりそのデビュー当時、デビューして間もない頃に出演させていただいた映画がありまして、はいはい、中田圭監督のレディードラゴン、はい、怒りの鉄拳という映画なんですけれども、はい、まああのまあ、ほぼ初めてくらいの感じでお役をいただきまして、はい、で結構そのレギュラーメンバーの中に関わらせていただける立ち位置だったんですよ。はい、なのですごくこうなんていうか嬉しかったという思い出がとにかく強いですね。そうなんですね、うん、私ポスターを拝見したことがあって、すごいかっこいいこう女の人がこう、そうなんですよ、阿部真理さんの主演で赤い感じの、はい、ドラゴンの感じがすごくかっこいいポスターになってまして、はい、そうなんですね、そうなんですよ、はい、私はやっぱりあの22世紀グーはブルガリアでの上映っていうのがそうですよね、大きかったかなっていう、ね、海外で上映されてるんですもん、はい、すごいことですよ。まあ、その、まあ、映画にも千秋さんも出演はさせていただいてるんですけども、しますので、ね、はい、すごい素晴らしいです。まあ、その、 あの、まあ、先ほどもドクター X の話もさせていただいてますけれども、はい、あのこう私もこうドクター X を拝見している中で、最後こうエンドロール流れるわけじゃないですか、はい、そこにこう千秋さんのお名前があるっていうのが、はい、いいなっていういいなって思うんですか？嬉しいと思うんだから毎回あの拝見させていただいてるんですけど、今本当の気持ちです本当にまあその、はい、まあ、なんか意義というか、うんうん、千秋さんの中でありますか？いやもうね、もう本当にありがたいの一言なんですけれども、はい、嬉しいですよね。いや嬉しいです、いや私もこう千秋さんの名前が載ってるのでもう嬉しいです本当にありがたいですけど、まあ、本当にね、いろんな作品にこう参加させていただいたりもするんですけれども、はい、やっぱりこうちょっとセリフがあってもやっぱこの最後に名前が載るっていうのはなかなかやっぱりなかったりするんですよね、はい、でこう名前を入れていただけるというのはこうやっぱり意識的にもなんかこう、ね、ちょっと違う意識というか責任というか、そうですね、名前していただいてる責任というか、うん、っていうのはありますかね。はい、私もいつか大きなドラマに自分の名前のことを、ね、大きなドラマに、はい、目標に頑張っていきますはでは、まあ、まあ先ほどからお話させていただいています、はい、まあ、映画ラストソングのちょっとお話をね、はい、させていただければなと思うんですけれども、こうラストソングのこの映画の中でこう千秋さんのセリフがたくさんあると思うんですけれども、はい、こうなんか言い回しであったりっていうのは千秋さんのやっぱ研究というかやっぱされますか？研究ですか？はい、研究は、現場に入るまではしないです、ごめんなさい。そうですねあのあんまり考えすぎちゃうと、あ、なるほどなるほど、その通りに言わなきゃっていうのが先行しちゃって、うんうんうん、こう気持ちが入らないまま伝えてしまうんじゃないかっていうのを最近ようやくこうなんとなく分かるようになってきたんですよ、はい、なのであまり練習みたいなのはしないんですよね、はい、そうなんですね。そうなんです。いやでもあのお近くで、演技されてるところを拝見させていただきましたけれども、はいはい、いやもうそんな感じはあんまり、え、本当ですか？はい、でもすごいやっぱ気持ちが乗ってらっしゃるなっていうのはものすごく感じました。いやそう言っていただけるとありがたいです。あんな風に言えたらなっていう風に私も思います。すごいかっこいいセリフがあって、まあ、言えないんですけど、そうなんです言えないんです。いいセリフなんですよ本当にいいセリフをいただきましてね本当に泣いてしまうんじゃないだろうかってちょっと言えるかなっていう不安なセリフが、はい、一つもありまして、そうなんです、すごくねいい経験でしたね。このあのお役、さきさんの役ですけれども、はい、役設定的にはどういった、うん、ですね、まあ、30代のラジオパーソナリティの役を、ね、はい、やらせていただいたんですけれども、はい、まあ、30代ということで、まあ、仕事も、ね、うん、しっかりやりたいけれども、やっぱりちょっと人生についても考える時期なんですよね、はい、30代に入り始めると、うん、
なので、まあ、あの役名が大崎咲という役名 で、はい、でね、あの出演させていただいたんですけれども、うん、まあ、ちょっと自分も今30代なので、はい、自分のまあ思い悩むところと少しちょっとリンクしてる部分があるかななんて思いながら演じさせていただきましたね。私も、まあ、ちょっと上の年齢の設定27歳という設定だったので、あ、そうかそうですよね、ちょっとこうなんかお姉さんぽくしなきゃいけないかなっていうなんか確かに確かにって、まあ、ちょっと自分のことしっかりしなきゃいけない部分っていうのがあったので、そこがまあ難しい、私も難しかったかなっていうふうに、まあ、確かにそうですよね。で、あのご自身 の、はい、あのエモーション、あの楽曲が、まあ、テーマソングになることについてはどう思われました、うん、そうですね、もう本当になんか信じられないこの一言ですね。はい、そうですよ、ね、結構もう本当にだいぶちょっと前なんですけども、はい、エモーションという楽曲 ね、はい、あの、まあ、映画の、はい、まあ、主題歌のところ で、ね、あの、まあ、別バージョンということで録音させて、はい、ね、いただいたんですけれども、うん、もう本当になんていうか、ああそうなんだっていうね、はい、あそうなんだっていう感じなんですね。あそうなんですね。結構なんかやっぱり自分自身に対してあそんなことしてくださるなんてっていう気持ちが先行しちゃって、なんかもうありがたい信じられないっていう気持ちですね。では、はい、本当に千秋さんありがとうございました。ありがとうございました。最後ちょっと告知をしていただけますでしょうか。はい、はい、ですね、先ほどからお話しした通り、はい、毎週木曜日9時からテレビ朝日系列で放送中のドクター X 外科医大門未知子に出演させていただいてます、はい、あとは市川うらら FM で言霊アラカルト愛され召し上がれ、はい、ファントレタイムが、はい、オンエアされておりますので、はい、明日11月23日土曜日14時30分から言霊アラカルトオンエアされますので、ぜひそちらも聞いていただきたいです、はい、まあ、詳しくは私のブログの方を見ていただければと思います、はい、今回のゲストはですね、現在今注目のドラマドクター X 外科医大門未知子に看護師としてレギュラー出演中の女優、そして私の事務所の先輩佐々木千秋さんでした。千秋さん、お忙しいところ本当にありがとうございました。ありがとうございました。以上、今月の推しメンのコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングの時間となってまいりました。最後までお聞きいただきましたリスナーの皆さん、本当にありがとうございました。それでは佐藤美久の女優道、また夕方、次回夕方6時にお目にかかりましょう。この番組のパーソナリティは佐藤美久でした。